NB-36HNB-36H とはアメリカ合衆国が1950年代に試験を行った航空機。実用化を検討していた原子力推進爆撃機 WS-125 開発の第1段階として製作された。本機の目的は航空機に原子炉を搭載し放射線に対する遮蔽の実験や電気回路に対する 放射線の影響を調査することにあった。一機が改造、製作され、1955年から1957年まで飛行試験が行われた。機体は1958年に解体されている。NB-36H と飛行する B-50 原子炉を搭載する実験機として、当時の最新の戦略爆撃機であるコンベア B-36H の機体を改造している。 竜巻による損傷を受け、修理が必要とされていた機体を改造母機とした。この実験機では動力としては用いなかったが、後部爆弾層を改装し、原子炉 P-1 を機内に設置していた。この研究ではコンベアが携わっており、将来的にはコンベア社は本格的な原子力推進試験機である X-6 を開発するデータ集積に使う予定であった。 そのため、原子炉が乗員に与える影響などを調べるものであった。NB-36H には乗員を放射線から守る水タンク等の放射線防御シールドが施されており、機種の操縦席はカプセル状に改装された。遮蔽用の鉛や鉛ガラスなど用いたため、操縦カプセルの重量だけで12トンにもなり、 地上支援車両にも遮蔽処理が施されている。NB-36H は MX1589 計画として1951年より本格開発が開始された。X-6 計画が1953年に中止された後も放射線遮蔽試験用として開発が継続された。また、 1955年9月から1957年3月まで47回、計215時間の飛行試験が行われていたが、その度に放射線を測定する、ボーイング B-50 と、万が一墜落した場合には現場を封鎖する兵士を乗せた C-119 輸送機が随伴していた。また、飛行終了後は、 コンベア社のホートワース工場内に設置された特製ピットで NB-36H から降ろされた原子炉検査の上で試運転していた。NB-36H の機種部分 NB-36H では原子力エネルギーを推進力に使用していなかったがアメリカ空軍などが次に開発しようとしていた X-6 では GE 社による原子力ターボジェット P-1 を搭載しようとしていた。このエンジンは圧縮された空気が原子炉が発する下支2500度の高温により加熱され高温の空気として吹き出されるというものであった。開発当時の未来予想では原子力推進航空機の実用化が予言されていたが実際には噴出されるジェット廃棄は放射能を汚染されている。 可能性が高く実用化が困難であった。そのため実際の兵器としての価値はないとして、最終的に1961年に原子力爆撃機計画は破棄された。いずれにしても NB-36H は航空機に稼働可能な原子炉が搭載されたアメリカ史上初、かつ唯一のケースである。アメリカの冷戦時代のライバルであるソ連も、 スポレフツ -95 戦略爆撃機に原子炉を搭載したツ -119 を実験していたが NB-36H と同様な経過をたどって実際に原子力推進飛行機の製造には至らなかった。ありがとうございます。